はい。えー、速塾の久保です。えー、メルマガが来ましたあ。J ネット21なんですけども、緊急事態の影響を受ける事業者に一時金ということで、経済産業省から発表がありました。まあ、事業されてる方に、まあ、給付金ということで、もう聞かれた方もいると思いますけどもね、こちらの方ですかね。緊急事態の影響を受ける事業者に一時金、経済産業省ということで、ちょっとリンクを行ってみると、1月15日に発表です。 え、法人は最大40万、個人事業主は20万円が最大で一時金を支給するということですね。え、第3次補正予算案に計上した 事業再構築補助金や持続化給付金などの審査で加点し、優先的に採択するほか、日本政策金融高校などの実質無利子無担保の運用を緩和するということでございます。いろいろと特典の多い、えー、今回のね、措置なんですけども、事業者の方はぜひね、使われてみてください。もう私もね、 事業者の端くれとしてちょっと利用させてもらいます。えー、そして持続化給付金、家賃支援給付金の申請延長が経済産業省から出ております。こちらもすごいですね。うん、今日で終わりのはずだったんですけども、1, 1月末、うん、までに申し込めば、2月、あ、二月15日までの申請延長ですね。なるほどね。えー、次々と緩和策が出てきております。だからね、国民生活支援、国民全国民に、 一律給付金もなくはないんじゃないかなって気がしちゃいますよね。時短協力金ですね、こちらの方は。11都府県に出てます。うん。東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の11都府県ですね。これは、これからもね、広がっていく見込みなんで、特に広島とかね、今、それにかなり手がかかってますね。うん。まあ、まだまだね、あの、この時期、 我々の生活や事業を救うための策が目白押しになってきますから、情報をね、漏らさないようにしたいもんですね。えー、農林水産省からも出てますね。うん、本当に、ね、日々出てますから、あの、知らなかったになっちゃうんですよね。で、私も一生懸命ね、皆さんにお知らせするようにしてるんですけども、うん、なんかね、くすぐったいのが出るか出ないかわかんないね、国民生活支援なんですよ。これ、すべての野党が、まあ、与党にね提言、提言をしてくれましたけども、 麻生財務大臣がね、なんか出さんでいいよとか言ってるみたいなす国民には出さんでいいよみたいなね、うん。本当あの人さえいなければね、もっともっと我々の暮らしは楽なんですけどね。えー、ということで本日は以上です。たびたびになりますけども、麻生財務大臣の顔がまたちらついてしまいました。消費税の引き下げ考えていないということでございます。まあ記事自体はね、 えー、去年の4月のものなんですけどもそれからというものもねたびたび消費税は引き上げてないんだよってことを言い始めてそして閣議決定までしてしまいました全くね消費税をこのまんま10%にして何かいいことあるんでしょうかうんまあ記事を読んでみましょうか新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策として消費税の減税を求める声があることについて麻生財務大臣は今の段階で消費税を引き下げることは考えていないと述べました 今の段階で消費税を引き下げることは考えていないとか言ってね。じゃあ今の段階じゃなかったらいつ引き下げるんでしょうかってことですよね。引き上げることまで考えてるでしょう、この人は。うん。この中で麻生財務大臣は、感染拡大を受けた経済,対経済対策として今後消費税を減税する可能性はあるのかと問われたのに対し、昨年消費税を引き上げたが、 全世代型の社会保障に大きく転換しないと少子高齢化というこれからの日本の社会ではなかなか対応できないのははっきりしてはっきりしていないっていうのあのね少子高齢化っていうのは政府の無策によって起きた政府の本当に大失敗ですよ責任を取れっていうんでそういうことにねまずはで消費税を下げていいことはないっていうのは消費税をねなくすことの方が絶対いいわけなんですよ で消費税が10%もあると私たちは消費活動ができないわけですよね物を買えないわけですよ自由にだって10万円のものを買おうと思ったら1万円分取られちゃうわけでしょだったら10万円のものを買うのやめようかなとまあ3000円のものにしようかなとかね買い控えが起きちゃうわけですよというのは明らかじゃないですか消費税が増税する直前って今のうちに買っとけっていうことで、えーまあ、この何ですかねまあ前倒しが起きるわけですよね でそういったことを考えると消費税が上がったらまあ、買い控えが起きちゃうわけですよ。そうすると私たちの GDP が上がんなくなるわけですよね。自然消費が起きないわけですから。ただそうは言っても絶対に必要なものはどうしても買うわけですよ。その絶対に必要なあ生活耐久財を買ったその1割があ増税分として乗っかってくるということなんで、 これね健全な経済活動が行われているとはとても言えないですよねでまあいわゆる贅沢品ってものですかこういったものがあ、まあ、売れにくくなるってこともあるし余剰資金の考え方がぐるっと変わっちゃうわけですよねで消費税がなければあれも買いたいこれも買いたいって多分思うと思うんですよ例えばねじゃあ来年 消費税がなくなくります今年でもいいや今年の4月から消費税なくなりますよって言ったらじゃあ3ヶ月は辛抱して4月に全部買おうかなっていうふうになるじゃないですかそうなると生産を増やして、えー、店舗さんとかねそれからいろんな業者さんは4月に向けて増産を始めるわけですよこうやって経済って活性化すると思うんですよね麻生財務大臣ほどの人がこんなこと理解できてないわけはないと思うんですよでプライマリーバランスを2025年度に黒字化するという目標 を見逃すことがあるかと問われたのに対し麻生財務大臣は今回借入金が増えるのでプライメリーバランスが悪くなることになるがこの目標を放棄することはないとちょっと待ってよとあと5年 ?4 年ですか4年でプライメリーバランス黒字化にしようと思ったら一体どのぐらい増税するって話なんですかね恐ろしい人ですよねこの人この5年でねプライミリーバランスが黒字化するわけないじゃないですかどう考えても,も頭いっちゃってますよね その理由として麻生財務大臣は借金を返していくという姿勢がなければマーケットで途端に日本の国債が売りを浴びせられかねない国債はね売りを浴びせられないですよ国債買ってんの誰ですか一体日銀でしょ日銀が売るんですかマーケットをよく見ながら考えていかなくてはならないって考えてないじゃないかって話なんですよもうバカもうね休み休み言ってことですよえー、ちょっとここをクリックしてみましょうか「令和新選組消費税ゼロ」 ね、提言。ちょっと、山太郎さん太ってますね、これね顔ね。<laughs> どうしたんでしょうかね <laughs>。いつえっ、ー、と、去年の4月。<laughs> うん、カウンターで証言してるんですね。うん。まあ、消費税をね、1年間ゼロにすることとかを求めているってことになります。山太郎さんはもともと消費税廃止だったんですけども、ただそれに足並みを揃える人がいなくなったんで、消費税減税という言葉に変えてきました。これはもう、いたか方がない妥協だと思うんですよ。だってね、消費税を廃止して困る人って誰もいないんですよ。 だ中小企業から大手企業まで商品売れるようになるわけですよ。うん、売れるようになったらいいじゃないですか。で、売れるようになったら、社員の給料も上げれるし、何もかもいいことづくめなんですよ。だから消費税を10%することと、増税することと、減税をしないってこと。これはね、もう完全なる、あの、むち打ちの刑ですよね。<laughs> うん、なんていうんですか、パワハラですよ。これ、増税して誰も良くならないんですよ。ただ、減税するとみんな良くなるんですよ。 増税して良くなる人はいるとすると増税したことによってなんとなくやった感がある財務省だけでしょ。で、麻生財務大臣も消費税が上がったところで下がったところで何か困るんですかってことなんですよ。上がろうと下がろうと麻生財務大臣困んないわけですよね。別にどっちもいいわけですよね。でも多くの人は下げてもらわないと困るわけですよ。じゃあそっちの方に政策課事切った方がいいじゃないですか。えー、そしてね、法人税も別に上げなくていいですよ。法人税もそのまま。所得税もそのまま。消費税だけなくす。 これでいいじゃないですか。全然ね、お釣りきますよ。やってみればいいんですよ、もう。全然この閉塞感がある世の中に、新しい舵取りをしないといけないわけでしょじゃあ今までの延長線上じゃなくて、過去の前例ではなくてね、そうではなくて、新しく今までやったことがないことに思い切って切り込まないといけない。そして、私はね、こういうふうに思うんですよ。国民の皆さんも腹くってもらいたいんですけども、財政破綻してもいいから消費税なくしてくれ。この言葉でね、押していけばいいんですよ。もう財政破綻したらまた一からやっていくからかそれこそ、将来世代のつけを、 残すことも何の付けを残すかなんですよ。莫大な借金というね国債の付ケを残すって考え方それはそれでいいでしょうと。でも経済破綻してまたね戦後の焼け野原から一からやるつもりでやるそれもいいじゃないかと。国民が結局最後は責任を取るからもう政府はね余計なことやらないでくれと。俺たちの言うことだけ聞いてくれみたいな形でね押していこうと思うんですけど皆さんいかがですかね。ということで財政破綻してもいいから消費税をなくせ財政破綻してもいいから国債を100兆円すれ。 こういう風なね、ムーブメントを起こしていきたいなと思うわけですけどね。